ました。あんな態度アップロードできませんって言ってた。電波悪いのか。電波悪い。わかんない。もう一回撮る。お待たせです。待ってました。コロスケさん。はい、こんばんは。静かめで今日は。ダメだね。ダメですか。うん。電波悪いのかな。はい、ヨンさんこんばんは。サムネが行かないってことは悪いんだけどね。どこもダメ。あるけど。あるですよね。うん、YouTube、また今日アップデート入ってる。マジっすか。うん、だから昨日不調出たもん。あ、本当ですか。落ちた。やばいっす。ドリさん、放送開始できた。できた、うん、はい、ケイスさんまだかな、まだ入中なんだろうね。やばい、ここ今日はドルソーコンビですね。では皆さん、これより心霊検証に入りたいと思います。ドルさん、今日はここはですね、うん、たまたま私が見つけた場所なんですよね。そうなんです。横穴興奮。結構やばい。やばそうです、ね、たまたま Google マップ眺めてたら、ちょっとやばそうなとこ発見したんで、ちょっとここが霊がいるのかどうか検証してみたいと思います。お疲れ様ですね、どうもね。ありがとうございます。通知来てないでしょ、多分。YouTube ダメだからな。なんか一回放送開始する前に、うん、吉野こんばんはね、ヤさんこんばんは、共有させるといいですよ。あ、本当、うん、ツイッターに共有できるんで。さんこんばんはね、吉野さんこんばんは、ね、ちょっとここ見てください。やばいでしょ。古墳群なんですけど、これ中入れないのかな。入れねえか。あ、入れない入れない。やばいと思う。やばいっすよ、うん、めちゃだよ。はい、こんばんは。これお墓ですよ、ここ。あ、横江さんこんばんはね。はい、ケツさんこんばんは。やば。母さんこんばんは。お疲れ様です。グレさんこんばんはね。辻来た、今来た。仕事しろーってね。ムーさんこんばんは。今日 YouTube アップデート入ってましたね。じゃあ、YouTube ユーザーの皆さん、お疲れ様です。こんばんは。よし。寒い。ムーさんこんばんは。寒い？寒いっす。大丈夫？蚊に刺された今。嘘、蚊いるでしょ。蚊がいる。ね。蚊がいるんだよ。ちょっと音聞いてみよう。はい、こんばんは。海さんこんばんは。大丈夫かな、これ。海、ね、さんこんばんは。今現地にいますね。海さんこんばんは。はい、海さんこんばんは、ね、ビビーっつった。海さんこんばんはね。今日遅い。いや、仕事が俺もう10時まだから。そうなのよ。海さんこんばんは。海さんこんばんは。そうですね、待って待って、ね、ごめんなさいね。海さんこんばんはね。ヘッドホン音量まだ佃煮大丈夫言わなくて。なんでだ。テントさんは今日ちょっとね。そうですね。そうなんです。いろいろありまして、今日はお休みになりました。ごめんなさいね。アメさんこんばんは。ちょっとごめんね。うん。これ見ればね、今日はどこでしょう。今日はね、地球です。地球です。ユウさんこんばんは。当たりです。ユウさんこんばんは。俺は蚊に食われたよ、なんか。蚊がいるよ。こいつ、この時期やっとけばと思う。この時期の配信。あれ？ね。はい、いや、入ってねえか、これ。ハチさんこんばんは。今、通じて、アムさんこんばんはね、地球です。ふざけんな。どうしました、喧嘩ってんのか、俺に。最近ちょっとなんか、喧嘩腰だな。戦うか。これ、ちょっと待って。うん、ビデオカメラにさ、うん、パソコン入れない。あれ、伊勢さんこんばんは。はい、こんばんはす。どうも。こんな感じですよ。川島さん、お疲れ様でーす。すいません、こんばんは。すいません、久しぶり。やばい、これ、ね、こっち上にもあんじゃん。上にもあるこれ。やばい。ソースさんのライトだけど雰囲気やばいでしょ。めっちゃやばいと思う。佃煮ってそれ俺のセリフじゃないよ。佃煮も俺じゃん。皆さんこんばんはね。ちょっと待って、なんだろう。皆さんこんばんはね、いらっしゃい。あ、ゆうかさんこんばんはね。間に合った、よかったね、はい、証券さん、どうも。ちょっと俺もこっちの行ってみるか。もうヘトヘトよ、あの。お、すげえ。こっちでかいんじゃない？でかい。ただ登りにくい。登りにくいよね。危ね。でけえ。やばい。
けえなこれ。すげえよ。何これ。大丈夫ですか。あれビデオマイク入んねえな。入んない。行っちゃった。おかしい。ヘビいんのかな。ヘビいそうだね。なんか。ヘビ落とす。骨がないね。疲れるね。ちょっと一回。あれだ。ビデオマイク入んねえ。入んない。認識しない。普通は入るんだけど。奥だと思うけど横穴古墳。カエル鳴いてるそう。ちょっとここ。こんな感じ。横穴古墳。なんでビデオカメラが認識しねえんだよな。やばい。多分いるだろうね。やばいやこれ。横穴古墳ってたまたま見つけたんですよ俺ここ。ドルさんも知らなかったんだってここ。びっくりしちゃった。あ、ランランさんお疲れっす。どうも。ちょっとねビデオカメラの方が調子悪いんですよね。ちょっと一回ビデオカメラ一回切って、外部マイクつくワイドレンズ OK。 せっかくビデオカメラをフルで回したかったのに。これよヘッドホンマイク。もう仕事疲れてる。今日暑いね。もう腰がねダメージ大きくて。もう明日今日からね接骨院帰るんですよ。あそうだ。綺麗だよね。撮影設定で、うんうん、マイクレベルオートにしてるからだ。今あったかいね。まあ、でマイクレベルオートにした方がいいんすかね。どうなんだろうね。オートの方がいいんじゃないか。オートの方がいいですか。うん、多分。じゃあオートにしよう。なビデオカメラ。ビデオカメラあれでしょ、あの付属のマイクでしょ。そうそうそう、あそう多分そうなんだけど。オートだからだ。失礼しました。収録開始。はい、失礼しました。ちょっとビデオカメラのマイク痛っ。向けたし今。そうそう、これ頭ぶつけた。頭痛っ。あそうだ、そうだ、大丈夫です。やべえ、見てよ。滑る。見て。こんばんはです。静かめにやります。ちょっと騒ぐと民家が近いんで。ドルさん、ドルダッシュした。え？やばいですよこれ。これなんですよ。よいしょ。やばくないですかこれ。うん、これやばいよ。写真撮っとこう。これね、あの皆さんね。YouTube ユーザー、ツイキャスユーザーの皆さんね、全く違和感がよくわかんないんですよ僕。なんか横すごいよ。たまたま見つけただけなんで。うん、こっちも綺麗だったね。やばいっすよこれ。やばいよこれ。何の祠？これだから古墳の祠なんですよこれ。ね。古墳を祀ってある祠なのこれ。わかんないんだよだから。数奇がこんな感じ。うん。どうしていいかわかんない俺。800だね。とりあえずこういう見つけたんだよっつってさ、ドルさんに行ったらここ行こうぜってなって急遽。そうそうそう。俺見つけたとこでさ、なんかたまたま。もう決めてなかったもんね。なんでここはと思って。やばい。ね、ふうさんいらっしゃる。おじさんね。なんだろうここ。虫がすごいな。ちょっと中入ってみる。うん、あでもこうそんな広くないですねこれ。まあ、見ての通りこうなんつうんだろう。締め縄でこうこんな感じ封印されてて、なんか外はなんか山口家って書いてあるよこれ。墓なの？え？なんで山口家って書いてあるのこれ？
山口県。いや、もう口意味が分かんない。はい、原さんこんばんはです。皆さんこんばんは。でもね、虫がすごい意味が分からない。なんだろう、ね、これ不気味ですね、こう、うん、緑だな。真っ暗、真っ暗にしてみます。真っ暗にするとこんな感じ。あ、じゃあ俺も消しますよ、一回、うん、いいでしょうか、うん、俺がついてるか。あ、ついてる。俺がついてるか。あ、寝かせるやつのソースがついてる。すごい映る。本当ですか。もう安定した。あ、いて。あ、大丈夫、気をつけて、気をつけて。どれさんまで。ほんとだ。ほんとだ。すげえ、あ、ちょっとビデオカメラの位置が。見える。見えるでしょ、ビデオカメラにも。あー、見えた、見えた、見えた。見えるでしょ。うん、見える。ね。赤外線はすごいよね、映るんだよ。いいな、うん、赤外線か、ここ、うん、うわ、怖え、これ、あ、怖え。じゃ俺もちょっと赤外線すっかな、うん、ちょっと、あれだな、ちょっと電気暗めにした方がいいな、うん、民家地形から、うん、ってね、はい、ハズコンボ。じゃ一回、俺一回止めないと赤外線できないからさ、めんどくさい。そうだね。ノーカットになっちゃう、ノーカットできないね、こう。でもしょうがないですね。ボタンでね、ワンチャンスができるんでね、ソニーは。切り替えできるの。全然映んないですけど、俺、赤外線にしても。なんで？ほら、多分感度が違うんだよ、ほら。感度が。ほら、すごいでしょ、映んないもんね、うん。強いんだよ、多分これ、ソニーのも。俺、全然映んないですよ、これ。映んないね。もう俺、ちょっとライトつけないと。うん、あれ？赤外線になってねえじゃん。なってないからだよ、多分。ん？ナイトも、ショットモードでできないんだけど。なんで？カラーモードしかできない。え、バクったこれ。バクった。カニ、カニ、カニ壊れた。ちょっと待って。カニ壊れた。何これ。メニューで撮影設定でナイトショットモード。こっちでナイトショットモードする？カラーなっちゃってる。これでナイトショットモードになって、ほら。はい、皆さんナイトショットになったでしょ、ほら。あ、わかった。わかった。俺ね、ワイコンレンズ設定してたからこう綺麗にしない。あれのこんばんはね。明るいとこいいの？しょうがないな、おまけだよ、ほら。ほら、赤くなったでしょ、皆さん。赤外線にします。うん、大丈夫。蚊が出てきたなりね。蚊が刺されてるよね、うん、これ。このクソ蚊め。俺を刺しやがって、お前の血を吸う。あ、できた。ナイトショットモード。うん、消す？うん。消しようか。あ、映るでしょ、映るでしょ。じゃあ、これで、うんちょっとビデオカメラの方、ナイトショットモードで今少し、でもこれ、ね、キャスの配信の方が全然見えないっていうね。キャスの配信が見えない。いや、俺も見えないよ。大丈夫ですこれ。放送できないですよ、これ。放送できないな。ちょっとライトつけましょう。やっと入れた。はあ。お化け屋敷みたいです。うん。ね、はい。ここ赤外線だな。で、ライト暗めにして撮った方がいいな。うん、民家地形し。頭天井低いな。低いんでぶつけたもん。これさ古墳なんだけど、祀ってるね。祀ってるんだけどさ、なんか何があったのか分かんないんですよ。うん、だから下手に夜行くと僕ら呪われるかもしれないです。そうですね。もうこれ呪われてるから。虫がいてる。あ、きのこさんこんばんは。どうも。ほら、こん中でこのやばい横穴古墳。やばいっす、やばいっす、これ。あ、これはなんかなんだろう、これやばいな。これは昔の石じゃない？昔の石ですか、これ。奥の方は何？奥の方はね、そうそうそう、塞がれてんのかな、これ。で、そこになんか塔場でさ、山口家の墓って書いてあるんですよ、これ。意味がわかんない。山口って書いてあるの。あ、書いてあるね。うん、古いね。古いっすね。台って書いてあるよ。ほら。え？台って。台？ほら、なんか何？あ、なんか書いてある。台の上に何て書いてある？映せるかな？あ、わかんねえな。なかなかちょっと撮影が難しいな、これ。台って書いてある。ちょっとビデオカメラの方にも。台、うん。台。なんだろう。山口さんの墓なのかな、わかんない。山口、長州、あれか、長州、長州。ただここ古墳なんだけどね。うん、やばそう。このだから背の低いところで撮影ってちょっときついな。不気味。いや、本当低いよ、疲れちゃうもん。ね。うん。
一旦ちょっと出ましょう。埋まっちゃったんだ。そう、埋まってんすよ。一旦出よう。疲れた。腰が痛いのになおさら痛くなる。こっちまだ繋がってんね。繋がってんな、これ。あ、もうここ行き止まりか。うん、大神。そうなのかな。犬神じゃない。犬神。あの、よくあった。犬神一族の。犬神一族の乗る。やばいじゃない。上どうなってんだろう。そうね。うわ、虫、カメ。あ、オートにしたら全然ノイズ入んねえ。入んない。うん。やっぱオートだったのかな。うん。設定があったのかな。そう。うわ、うわ、うわ。あ、ある。こっちも穴あるな。これも墓だ。あ、すごいよここ。やべ。下の道から行くべきだこれ。危ない。危ない。滑るんだよ。てか靴を間違えた。あそこにもある。すっげえこれ。すげえ撮影がしづらい。拡大、ビデオカメラ拡大してもなんか分かんねえ。やばい、墓だらけだよここ。やばい、きついな。こういう斜面なんですよ、これ。すげえ。どうさん、どこ、いずこへ。そっち側に行く。ん？そっちの辺。オッケーです。うん。じゃあ俺こっちから。つながってるっちゃつながってるんですよね。うん、そこに出るもん。あ、ここにも、あ、ここにもある。イヤホンが引きに引っかかった。ほら、ここにもある。ここにもあるよ、穴が。穴の中入ったらな、電波がなくなっちゃうんだよな。うわ、結構広い。やばい、防空壕みてえだなこれ。でも櫓だから、櫓っていうか古墳の横穴古墳だよな。すげえ。うわ、雲だ、雲がいる。やばいやばいやばい。うわ、すげえな、この辺すごいよ。って、あっちから行けんじゃんこれ。うわっ、あっ、やばい、こけた。すげえなここ。大丈夫大丈夫。ヒルとかいねえだよな、この時期。もうそれぐらいなんだよね。大丈夫か。どうさ、上の方行っちゃった。ほら、上の方に。やばい。そろそろね、ヒルが出る時期だころから。怪我はね、もう自分持ちになっちゃうんで。
これ古墳の山っす。これすげえよ、ここマジで怖いんだけど。古墳の山じゃん。いや、もう赤外線モードやめよう。よし、めんどくせえなこのビデオカメラ、いちいち映像止めなきゃいけないねこれ。よし、そうそうそう、今上がってるんですよ。古墳の山上がってっちゃった、ドルさん。あの、特に曰くなんて分かんないんですよ、ここ。分かりもしないで来ちゃったから、これ今日。どこに繋がってんのこれ。いわくが分かんないから、それほど恐ろしいものはないですよ。ちょっと待って、上に墓がある？まさか。おっと、ある、ある、あかんじゃんこれ。大丈夫かここ。何ここ、やばくねここ。ドルさん、やっぱさすがだね、早いね歩くの。あ、なんか古い墓もある。なんかあれ墓？違うか、ゾッキーがいる。なんすかここは。何ここ、肝試しにやっていうかね。え、確かに。うわー、虫に叩かれた。え？何ですか？うん。あ、そうですねこれ。いや、まさかどうですか、上に上がっていくとは。いやいや、なんかあれでは止まんないかなと思って。ああ、まあこのぐらいでちょっとちょうど今30分近くなって。あ、本当ですか。ちょっといい押しかなと思って、うん、これなんかあんの？もうこれ、いや、わかんないです。まああそこの部分だけですもんね。うん、まあここはそんなに長くね。意外とここはもう、いや多分やばいですよ、多分わかんないから。バケダンどうかな。バケダンやってみます。虫だね。あ、ライト消します、うん、ブルーだね、ブルー。まあ、古墳の上には畑ぐらいしか立たないっていうのは本当だね。本当だね。もう一回行ってみるか。はい、息遣い、うん、なんかね、坂道で辛くなっちゃった。疲れるよね。そう、緑今日は異常なさそうだ。ここは大丈夫かね、うん、大丈夫っぽいじゃん。この間のことあれ、首からすぐなったもん。確かに。あ、2回目あ、ピンピンと合わね。やばいとこやっぱり本当はあってなんじゃないかな。ピンと合わなくなっちゃった。俺も合ってなかった。あ、ライト消せるからね。ゆる、いや、俺なんかライトがビデオカメラ合ってんだけど、うん、キャスの配信の方が合わねえ。
どういうことだ。どこどこ。次キャス？うん、キャスの画面が、画面が。あった。あった。虫がね。ふわーって。